北センチネル島の地図北センチネル島は、インド洋東部ベンガル湾内に所在する未開の島。インド領アンダマン諸島に所在し、南アンダマン島の西約 30km に位置する。この島の先住民であるセンチネル族は、外部との接触を強く拒否しており、 行政当局も何度も追い返されている。行政当局は感染症の流行による民族絶滅の可能性もあるため干渉しない方針であり、インドの法律で島への接近は禁止されている。島にはセンチネル族が50人から400人程度居住していると見積もられている。彼らは狩猟や沿岸での釣りで食料を確保しつつ、 石器時代的な生活を営んでいるとされるが、非常に排他的であり、外部との接触に対して、極めて否定的な態度をとっていることもあり、まだ、詳しいことは、よくわかっていない。アンダマン島一帯には、センチネル族を含めて、多くの先住民族がいたとされ、センチネル族の先祖も太古の昔、外部の人間を含めた、 他の先住民との交流が多少はあった可能性もあると言われているが、いつからかそれら民族との接触を断って、以降は現代まで外部との接触を拒んできたと言われており、現代では少数となったそれら先住民族の血を引く末裔の中にもセンチネル語を理解できる者はいないとされる。21世紀になっても、なお外部との接触を一切拒否しており、 ごく近年でも漂着をしたり、上陸を試みたりした外部の人間が、センチネル族に殺害される事件が発生している。1880年には当時、この地域一帯を支配していた大英帝国の海軍将校が数人のセンチネル族を当該へ、連れ去る事件も起きているが、記録に残る限り、安氏による1991年の1月と2月の接触時の二度のみ、 短時間だけだが、有効的な接触を行えたという。船が近づくと彼らは攻撃しようとしたが、ココナッツを海に流すと彼らは、攻撃を止めそれを受け取り船を迎え入れたという。またこの時、研究班は、攻撃を警戒し、船にライフルを積んでいたが、彼らは、金属片と間違えて、それを奪おうとしたこと。 他のものが接触を試みた際に攻撃に使用した矢の中に金属製の矢尻があったことなどから、石器時代的な生活を営みながらも金属について知っており、最低限の金属の加工技術も持ち合わせているものと考えられる。おそらくは漂着したナンパ戦等から金属を取り出し、加工して矢を作っていたものと考えられるが、詳細は不明。 1947年以降、インドの連邦直轄領をアンダマンニコバル諸島に属していることになっており、行政上は南アンダマン県ポートブレア軍に含まれる。しかし、インド政府は、島民とはいかなる条約も結んだことがなく、事実上島民の主権が認められている状態である。現在、アンダマンニコバル諸島自治政府も、センチネル族は、 現代文明を必要とせず干渉も求めていないとして深刻な自然災害や病気の発生がない限りは干渉しない方針である。インド政府は外国人の上陸も認めておらず、島に近づかないよう警告している。2018年の事件に関する報道によれば、インドの少数民族保護法によって北センチネル島から半径 5km 以内への立ち入りは違法である。 不介入、上陸禁止の方針は、多くの病気に対する免疫を持たないと考えられる、センチネル族を危険から遠ざけるためでもある。アンダマンニコバル諸島自治政府は、センチネル族が現状を維持できる、要、遠方から島の監視、警備を行っている。センチネル族についての最初の記録が残っているのは18世紀以降だが、7世紀頃にはすでに、 中国やミャンマー等アジア人の船乗りたちによって、アンダマン諸島一帯の島々とそれらに住む他の先住民族と共に、その存在自体は知られていたと言われているが、長く外部との接触を拒んできたことから彼らの言葉を理解できる者も,も当該にはおらず、それも相まって満足にコミュニケーションも取れないことから DNA 採取等もできないため、 詳しい生活実態はおろうかその起源すらも不明である。また本島が属するアンダマン諸島一帯は太平洋戦争中の1942年から1945年まで日本軍が占領しており、本島の近くをたびたび航行した感染もあったようだが、その際当時の日本軍がセンチュネル族と接触したという記録は残っていない。 北センチネル島の東約 50km には日本軍の拠点のあったポートブレアが所在しそこには戦争末期に連合国軍の激しい空襲や艦砲射撃が連日行われたがそれが対岸のセンチネル族にどのような影響を与えたかも不明である島の面積は約59平方キロメートル2004年のスマトラ島沖地震発生まで島の形状は 約72平方キロメートルのほぼ正方形であり、珊瑚礁に覆われていた。海岸周囲の等高線が狭く、狭い砂浜のすぐ先で、標高を20メートルほどになる。その後も徐々に標高が高くなり、最高地点は標高122メートルである。地震発生により、プレートが傾いた影響で1から2メートルほど隆起し、周囲の珊瑚礁が露出した。 島の大部分は森林で覆われているが海岸沿いの一部で人工的に木を伐採した跡や打ち捨てられた集落の跡が見られる。様々な研究からセンチネル族は数万年前にアフリカから移住してきたと考えられている。センチネル族の話すセンチネル語はアンダマン諸島に住む他の部族の言語と大きく異なるとされ。 数千年の間他の島と交流せずに暮らしてきたとも考えられている。18世紀にイギリス人がこの島を訪れた。1880年に当時の統治国であるイギリスが初めて島を探検、住人6名を捕らえ、ポートブレアに連行しているが、2名が病死したため、残りは島に戻された。このことがセンチネル族の外部への攻撃性を高めたという。 指摘もある。20世紀後半、インド政府は、アンダマン諸島の先住民族との接触を進めた。その一環として、この島の住人であるセンチネル族との接触も、試みられてきた。しかしその試みの多くは、海岸から、やや槍を放たれて拒絶された。唯一の、有効的な接触1991年、インド国立人類学研究所の人類学者を含む、 チームが2度にわたり、住人と接触した。2018年時点で、唯一の、友好的な接触とされる。チームに参加していたアン氏の研究員、マドゥマラ・チャトパディアへによれば、1991年1月に、行われた一度目の訪問では、弓を携えた住人たちに出迎えられたものの、チームが、ボートから彼らに向けて流したココナッツを回収した。 弓矢を構えた若い男性の住人もいたが、ココナッツを受け取りに来るよう呼びかけところ、隣にいた女性に促されて、矢を下ろし、ココナッツを拾った。何人かの男性はボートを触りに来、またチームは砂浜に上陸した。ただし住人たちが村にチームを案内することはなかった。1ヶ月後、より多くの人数のチームで島を訪問したところ、 住人たちは武器を携えずに出迎えた。チームが浮かべたココナッツが受け取られ、住人たちはやがて船に上がり込んで、ココナッツを袋ごと持っていった。一方で彼らの送信具を手に取ることは拒絶された。その数ヶ月後、三度目の訪問が実施されたが、悪天候のために砂浜に、住人は出ておらず、接触は失敗した。 不干渉への方針転換1991年の接触の後、当局の方針は転換した。島民は多くの病気に対する免疫を持っていないと考えられる。同じアンダマン諸島に住む未接触部族であったジャラワ族は外部との接触が増えた結果として伝染病の流行に苦しみ、社会が崩壊した。こうしたことを踏まえてセンチネル族に対しても、 積極的に接触を試みないことになり、政府の交流プログラムは1996年に中止された。2004年のスマトラ島沖地震に際しては、安否確認のために訪れたヘリコプターに対して矢を放つ姿が確認された。2006年には、カニの密漁をしていたインド人二人が寝ている間に、ボートが流され、北センチネル島に漂着した結果、 矢をいられ殺害された。インド政府は二人の遺体を回収しようとヘリコプターを派遣したが、住民から矢と投げ槍で攻撃されたため、遺体は回収することができなかった。殺人事件であるが、島が現代社会の一部ではないとして、警察の捜査もされず放置されているかもしれない。2018年の宣教師殺害事件2018年11月16日には、 漁船を雇って、島に、カヌーで、単身接近し、住民を、キリスト教に回収させるために上陸しようとした事象を、冒険家の宣教師が、住民に弓矢を追いかけられ、傷を負ったところを首に縄をかけられて死亡した。この人物は観光殺傷で、インドに入国し、アンダマンニコバル諸島への入域許可も得ていたというが、この島への接近、上陸は違法行為である。 漁船を雇って11月14日夜に島に接近、15日以降繰り返し接触を試みたが2度、失敗、3度目に殺害された。男性の遺体は砂浜に埋められている模様だが、回収は困難という。インド政府は選挙市に協力した漁師たちとエンジニア1名、計画に携わった別の選挙市1名の合計7名を過失殺人の罪で逮捕した。 この宣教師は終末思想を報じる福音派の教団に属しており、地上のすべての国々の民にキリストの教えを伝えるという宗教的信念に基づいての行動とみられる。北センチネル島上陸の試みもこれが初めてではなく、2016年2017年にも言っていた。宣教師の行動は欧米メディアでも総じて批判的に報じられている。 インドの法律に違反した不法侵入であることが批判点の一つであるが一方的なアプローチが先住民族の権利を侵害するもので検討違いな思想の押し付けであることが大きな批判点である。殺害された宣教師にはその年最も驚くべき愚行によって死亡した人物を検証するダーウィン賞が授与された。 現代文明との接触を拒絶する得意な島の存在はインターネットの発達によって次第に知られるようになり2018年の宣教師殺害事件はこれを加速させた温暖なアンダマンにこバる諸島ではポートブレアを中心としてリゾート地下が進んでおり旅行者がこの得意な島に興味を示して接近しようと試みる動きも見られるようになった 近隣の漁民を高額な報酬で雇い、島が遠くに死人できる距離まで接近するという。アンダマンニコバルジ治州政府は、この島が観光資源にならないよう不信しており、地元警察やインド沿岸警備隊は、監視体制を強化している。ありがとうございます。